時間は FM ギノアンのスタジオに場所が移りまして、10分間のコーナーギノアンスタイルをお届けしていきます。さて今日も、Zoom でゲストさんおつなぎしております。では早速自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。マネーセラピストの安田真由美と申します。銀座で元気が出るお金の相談所をしております。はい、こちらの、ね、放送では第1土曜日と第3土曜日の10時半から30分番組を担当させていただいてます。はい、そんな安田真由美さんに今日はちょっとギノアンスタイルに出ていただいたのは、なんとまた本を出されたんですよね。そうなんです、はい、ありがとうございます。今一番みんなに伝えたい内容を書きまして、はい、揉めないための相続前対策っていう話なんですよ。はい、その介護を一生懸命やっている人がいざその介護の最終で親が亡くなった時に、うん、介護をしない兄弟と介護をした兄弟のこの温度差が違って、財産の分け方で、はい、まあ、バトルが始まっちゃうことが多いんですよね。そうそうそう、まあ、争う家族って書いた相続っていうんだけど、はい、まあ、それをたくさん見てきちゃったから、どうしたらそれなくなるかなっていうことを書いて、うん、それってもう何介護が始まる時から、うん、あるのよ、押し付け合いしてるわけよ。お前あれ、お前仕事ないだろうみたいなさ、うんうんうん、近いだろうみたいな、はい、そういうことでやっちゃうから、まあちょっと不満たらたらで、うん、親のことはやらなきゃいけないけど他の兄弟にの不満がこうわーってあって、うん、相続で最後に平等で分けようなんて、なんて、ね、そう、なんかそういうの、ね、現代すごいあるあるなのかなっていう、よくドラマとかでもそういうのが話題にされてたりとかもするじゃないですか。はい、ドラマだけじゃなくて現実で、ね、実際リアルでも、ね、こうやって相談を受けている真由美さん自身もすごい、そうなんですよ、受けているお悩みってことですよね。そうなんです、そうなんです、うん、私ももう、自分の両親とそして、夫の両親すべて、見取りました、うん、やはり介護も 長期間13年間にわたる介護を体験して、まあ、それはよく分かっているんですね、うん、だから実体験も元にするし、今ねこうやってる人、今一番新しいクライアント102歳、はい、102歳この間お食事一緒にさせていただきまして、はい、やっぱりよく食べます、うん、やっぱり長生き力の食だなっていう気がするんです。そうなんですね。そうそうそう、なので介護が始まる前からご相続の後の始末までお金の悩みに答えるお仕事してるんですね、うん、はい、でこの本はその揉めないためのっていうところにやっぱりちょっと力点を置いて、うん、はい、相続について勉強する時もないからさ、うん、ちょっとこれで情報を仕入れといて兄弟と仲良く親の介護、親を守るチーム作って、うん、ね、幸せに親を看取りましょうよ、ね、うん、揉めないためのってつくってことはやっぱりもう最初というかその、ね、事前にいろいろ対策をしといた方がいいってことですもんね。そうなの、やっぱりお金とね心の問題だから、うんお金は現実じゃない、はい、それから心ってさ小さい頃からのわだかまりとか人間関係だから、うん、どうしてもねそれ引きずっちゃったりするのよね、うん、だからそういうことになっちゃうから、はい、ちょっと いろいろ工夫しましょうねみたいなことを漫画でですね、うん、書いてあるのでぜひですね、今リスナーでお聞きの皆さんにぜひ、はい、一冊プレゼントさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、ね、この漫画で分かりやすく書かれているこの本を一冊今日はプレゼントいただくということで、うん、はい、プレゼントします。ぜひ、ね、欲しいよという方はこのギノアンスタイルのコーナーで、まあ、もしくは安田真由美さんのお名前とか、まあ、番組名は元気が出るお金の相談所っていう番組なんですが、そこ宛てに、ね、本のリスナープレゼント希望みたいな感じでメールいただけたらと思います。
そうですね、はい、はい、できれば、うん、まあ、年齢とね、年齢書いてもらうとありがたいかな、うん、なるほど、別に厳正なる抽選しますけど、うんうん、あ、こういう人がから反応あるんだなって知りたい、ね、ただ確かに、はい、そしてまあ番組でももちろんこの安田さんにあのお悩みちょっとね相談したい方とか、こういう時ってどうしたらいいんだろうっていうのを聞きたいなっていう方からもメッセージ募集しているので、ね、ぜひ FM ギノワンの797@fmギノワン.com にメールもお寄せいただけたらと思います。本当ありがたいです、それね、あの、うん、ちょっとした相談事ってさあんまりできなかったりするじゃないですか、はい、これって弁護士さん税理士さん誰だか分かんないんだけどみたいなことをどんどん寄せていただいたら、うん、交通整理しますか、はい、大丈夫、大丈夫、なるほど、はい、でどこに相談していいかもわからない質問をとりあえず、うん、真由美さんに送っていただけたら、あ、うん、これはここがいいよとかこうした方がとかっていうのを整理もしてくれる、うん、整理します、ラジオでお答えしますよ、はい、はい、ね、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、ふるってご応募ください。でちなみにこの本はじゃあもしあのリスナープレゼントであの惜しくもまあ外れてしまった人たちもあの欲しいっていう方がね もちろんいた時に、普通に書店でもう販売はされてるんですよね、うん、販売されてます、はい、あの5月17日に出たばっかりの、うん、こちらはですね川出書房新社っていうちゃんとしたところ大手さん の、はい、あの出版社さんなので、うん、置いてあります。リクエストしてもいいし、はい、あの、うん、Amazon とか楽天とかでポチしてもらってもいいです、はい、あ、なるほど、ネットでも買えるってことですね。ネットで買えます。うん、まあ、揉めないためのね、相続みたいな感じで安田真由美で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。で今あの私がちょっとツイキャスに、うん、ツイキャスで見てる方には安田真由美さんのホームページの URL を今載せたんですけど、 ありがとうございます。ここにもなんか本当にいろんな情報が載ってますよね。載ってます、載ってます、うん、本のこともあるしブログもね、あの、うん、シニア向けに書いてるから、はい、そこのタイトルだけ見てかん、あ、これちょっと知りたいななんてのがあったらお読みください、はい、ね、ぜひこちらもチェックしてみてくださいということ で、 あのコメントでも高穂さんからあの骨肉の争いねということで、そうです、そうです、るんですけどうん、まさにね、嫌だよね、うん、でもさ、まあそういうのできるだけ少なくしましょうっていう話なんで、うん、見てね、うん、ね、揉めないに越したことはないですもんね、やっぱり。そうそう、うん、でもね今虎に翼ってテレビやってると思うけど、はい、家庭裁判所でその家族主義っていうものは引きずってるんですよ、うん、そのためにその介護した人の寄与分っていうのが調停を起こされると、うん、介護した人が不利になるっていう現実がある、そう、それを私はおかしいんじゃねえかっていうのをこの本で書きました、うん、あ、なるほどちょっとおかしすぎるぞと、すごい頑張った人にね、はい、やればいいのに親の面倒見たの当たり前でしょみたいなこと言ってきて、うん、じゃあ静かった人との差をどうしてくれるんだっていうのはないんだよね、あ、ちょっとちょっとムカついてるっていうのを、はい、ちょっと匂わせてる本にしたためてる、そうそう、ぶつけてみました、はい、でぜひ皆さんも本当にチェックしていただきたいと思いますということで、はい、安田さん今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。番組も聞きに来てください ねぜひ皆さん今週もありますよ、土曜日10時半から放送しますの です。ゲスト呼んでますからね、面白いですよ、です、はい、就活紙芝居芸人さんを呼んでますのでぜひ聞いてみてください。聞いてください。